エジプト戦王朝時代とは、エジプトを統一する王朝が登場する以前の古代、エジプトを指す時代区分である。現在のエジプト地域では50万年前には人類の痕跡が残されているが、歴史学の見地からは、戦王朝時代の始まりがいつであるとするのか、明確ではなく、考古学においては、濃厚の開始をもって、その開始とするのが代表的な見解となる。 本記事ではエジプトにおける濃厚、牧畜の始まりから、エジプト初期王朝時代の始まりとされる、第一王朝の登場までを外観する。ただし、戦王朝時代の定義について、特にその開始について統一的な見解が存在するわけではないことに注意されたい。現在では広大な砂漠地帯となっている、ナイル川西方の地域は、 12000年前頃から紀元前7000年期頃まで第四湿潤期と呼ばれる湿潤な時代に入った。湿潤といっても年間降水量は200ミリメートル前後であったと見られるが、スーダン北部からエジプト南部の地域においては植物が繁茂し、ノウサギ、ガゼル、オリックス等が生息していた。この時期は考古学的には終末気球石器時代、または 続級石器時代に分類され、現在砂漠となっている地域にも人類の居住が確認されている。特に火器の降雨の後に水たまりができる低地や比較的浅い位置に地下水が存在する場所にその居住は集中している。現在の西部砂漠地方にあるナブタプラや遺跡周辺で終末期球石器時代の遺跡から発見される人類が捕獲した動植物の依存体には、 ウウサギやガゼルのほか、ダチョウの卵や、鳥類の骨片、アカシア、魚流、ナツメヤシ等が含まれており、現在より、はるかに、生物密度の大きい当時の環境を証明している。ナイル川中流域でも多数の集落が、形成されている。このナイル川中流域の遺跡から発見された文化は、カルトゥーム中石器文化については現在確認できる。最古の例は、 紀元前5000年頃のファイウムで発見された麦であるが、紀元前6000年頃には、ソルガムやミレットが現在の西部砂漠地方で栽培されていたとする説がある。上下エジプトの地図、上エジプトは南のナイル川上流域、下エジプトは北のナイル川、川口デルタ地域を指す。緑色の部分が居住家の地である。古代エジプト人は、 今日のエジプトの土地を上、エジプトと下エジプトという二つの国、あるいは二つの土地に分けて理解していた。上下という表現は、ナイル川の上流、下流に対応し、上、エジプトが南、下エジプトが北である。ナイル川が一筋に流れ、ナイル川の狭いな中石平野と貸しン丘を生活の舞台とし、そこからわずかにでも離れると、 不毛な砂漠地帯が広がっていた上エジプトとナイル川の広大なデルタ地帯が戦場に広がり一面の緑が広がり海に面した下エジプトではその自然環境に根ざした生活習慣や文化にも当然相違があり先王朝時代にはこの上下エジプトでそれぞれ独自の文化が発達したその後エジプトが統一された後もこの二つの土地の際はエジプト市に 大きな影響を与えた。また、上、エジプトとゲエジプトの結節点近くには、ファイユーム定地地方が存在した。ナイル川の分流が流れ込んで形成された、カルーン湖を中心とする、この地方は、中央国時代に干拓が行われるまで、広い湿地帯が広がる、独特の景観が形成されており、継続的に人類の生活の舞台であった。 ファイユーム文化エジプトにおける最古の確実な農耕の痕跡はこの地方で発見されており、ファイユーム文化と呼ばれている。放射性炭素年代測定によれば、紀元前5230年頃から1000年余り、継続した。白変石器を中心とする石器を用い、穀物を栽培、羊とヤギを飼育していた。魚老、飼料も未だ重要であり、ガゼルやハーテビースト、カバ ワニ、カメなどの動物骨、魚類の骨が発見されている。牛も発見されているが、家畜化されたものであるかどうか不明である。ファイユーム文化はエジプトで初めて農耕、牧畜を導入した文化ではあったが、これによって生業は多様化したものの、未だ本格的な生産経済に基盤を置く文化であったとは言い切れない。 このファイユーム文化と終末気球石器時代の文化の間には千年以上の時間的隔たりがあることが判明しており、学者の中には農耕、牧畜の技術を持った人々が外部からファイユームに移動してきた結果、古代エジプト王朝の基礎を築いたとする主張するものもある。メリムで文化現在のカイロの南西 45km の地点、現在のワルダーン村近くにある、 メリムデ・ベニサラーム遺跡では、ファイユーム地方と並ぶ時代の新石器文化が発見されており、遺跡の名前からメリムデ文化と名付けられている。この遺跡から検出された石器等の資料はこの地方がシリア地方と交流を持っていたことを示し、集落の形態にもシリア地方、メソポタミア、キプロスと共通する要素があると見られる。エンマー小麦、六条大麦、豆類、 アマトを栽培し、牛、羊、ヤギ、豚を飼育していたことが知られる。また、ファイウムと同じく飼料は重要であり、アンテロープ、ガゼル、カバ、ワニ、鳥類が捕獲されていたほか、多数の魚の骨が発見されている。また、死者の頭を東側に向けて埋葬する習慣があったことから、この当時すでに死者の埋葬について、 宗教的な習慣が確立していた可能性もある。メリムで文化の絶対年代は不明であり、放射性炭素年代測定では、紀元前4750年頃から、紀元前4250年頃であるが、研究者の中にはこの年代は、新しすぎると批判する者も,もいる。オマリ文化回路の南約2 0トルのナイル川東岸にあるオマリ遺跡では、 ファイユーム文化やメリムデ文化の最終段階と同時期に位置づけられる文化が発見され遺跡の名前をとってオマリ文化と呼ばれている。放射性炭素年代測定による年代測定では紀元前4600年頃から紀元前4400年頃という年代が得られている。やはりエンマー小麦、クラブ小麦や大麦などを栽培し、牛、羊、豚、ヤギを飼育。 野生の植物や動物を捕食していた。水産物も、ナマズやナイルパーチ等が豊富に捕獲されていた。石器はフリントを用いた白片石器が中心であるが、少数ながら石人技法によるものも認められる。石皿等穀物を食するのに必要な道具類の数が少ないことから、ここでも穀物栽培は未だ補助的な役割を果たしていたに、過ぎないと推測されている。 オマリ文化はメリムデ文化と並行する時代であり、共通点も相違点もあることから、相互の関係については明確ではない。マーディブト文化デルタ地帯付け根部分の東岸にあるマーディ遺跡からメリムデ、オマリ文化に続く時代の文化遺構が発見され、マーディ文化と名付けられた。その後同種の文化がブト遺跡でも発見されたことから、マーディブト文化とも呼ばれる。 この文化は先行するメリムデ文化やオマリ文化を引き継いで発展したものと考えられ、牧畜においてはロバ、牛、羊、ヤギ、豚、犬が飼育されていたことが明らかとなっているが、特に重要なのは発見された動物骨の大半が飼育動物のものであることで、未だ狩猟は行われていたもののその重要性は大きく下がっている。ただし、魚郎は、 非常に盛んであり、多数の魚の骨が発見されている。一石において特徴的なのは楕円型をした半地下式の住居で類似する形態のものがパレスチナ地方からも発見されており、その密接な関係を示唆している。また、濃厚、牧畜のみならず同製品の加工も行われていたことが明らかになっている。下エジプトで銅は得られないことから、 周辺地域から原材料を輸入していたことを示すものであり、このこともマーディブト文化の人々の周辺地域との関係の大きさを知ることができる。マーディブト文化の遺跡はイエジプトの全域から発見されているが、中田2期の終わり頃から次第に独自性を創出し、上、エジプトから広がった中田文化がイエジプトに定着していく。ターリフ文化、ターリフ文化は上、 エジプトで初めて瓦家を導入した文化である。放射性炭素年代測定では、紀元前5200年頃という年代が得られている。この文化の居住跡は、炉と石器、土器しか発見されず、おそらく人々は移動型の生活を送っていたのだろうと推定されている。この文化では、濃厚の痕跡は発見されていないが、 アルサライ石からこの文化の最末期と同じ時代かやや、新しい時代の家畜化された牛の骨が出土しており、これが上、エジプトにおける最も古い牧畜の痕跡である。バダリ文化、ターリーフ文化に続く文化が、マトマールから、ハマミーヤまでのナイル川東岸でまとまって検出され、バダリ文化と名付けられた。先行するターリーフ文化との関係性はわかっていない。 バダリ文化は放射性炭素年代測定等から、紀元前4500年頃から紀元前4000年頃とされる。バダリ文化に属する人々は、砂漠の沿辺部に集団墓地を形成し、多量の副葬品を添えて死者を手厚く埋葬する習慣を初めてエジプトに導入した人々であった。遺体は基本的に南に頭を置いて埋葬され、土器や送信具。 パレットなどと共に埋葬された。すでにこの頃から海葬文化が見られるという。また、生活の情報は非常に不完全であるが、エンマー小麦や六畳大麦、アマの栽培が確認されており、家畜として牛、羊、ヤギを飼育し、ガゼル、ワニ、カバ、カメ等を野生動物の狩猟も行っていた。この文化は、農耕、牧畜を主体としながらも、 野生動物の狩猟と魚狼に保管されて成り立っていた。女性像、全3500全3400頃。テラコッタ製、塗装品。ブルックリン美術館紀元前4000年頃登場した、中田文化の遺跡は19世紀末に発見されて、以来の調査で、エジプト全域で発見されており、その数は主要なものだけでも50を数えるが、その発祥地は上、エジプト南部のアビュドスから、 中田付近を中心とするナイルカ国であった。中田文化は上エジプトのバダリ文化から発達したと考えられ、より一層農耕と牧畜に重きが置かれるようになっている。農業生産物としてエンマー小麦と六条大麦が最も頻繁に検出され、アマも発見されている。豆類や、しかもは、イチジク、根菜糖や生種も見つかっている。家畜としてヤギ、羊、牛、 豚の畜産が確認され、食肉や乳製品を供給した。ガゼルやカバ等狩猟による野生動物の捕食も確認されているが重要度は低かったようである。また非常にバリエーションに富んだ土器を生産しており、中盤に入るとろくろ製のものが登場し始める。現在までに発見されている中田文化の遺物の多くは墓地の副葬品であり、その中でも 最大の特徴がパレットと呼ばれる遺物が登場することである。このパレットは古代エジプト独特の遺物であり、その発展過程から古代エジプト史の流れを外観することができると考えられている。パレットはシルトガンと呼ばれる石で作成されており、目を保護するためにエジプト人が使用していたマラカイトなどの顔料をすりつぶすために使われた。初期のパレットは、 四角や円形などの単純なものであったが、次第に様々な装飾が加えられた儀礼用のものが作られるようになった。また、中田文化の土器は、高代の土器に比べ、極めて高品質であることが特徴である。これは副装品として作成された土器が、高貴な人々のためのものであったので品質管理が行き届いていた結果であると考えられる。 後の時代には一部の例外を除き時は単なる日用品に過ぎなくなっていき、中田木に比べて粗雑化していく。中田文化はやがて南北へ分布を拡大し、エジプト全域に広がっていった。中田2期の河原家中大石において、中田文化を最初に発見したフリンダーズ・ピートリーは、墓の副葬品を中心とする出土品の詳細な分類によって、中田文化の変年関係を表す。 SD 法と呼ばれる変年法を開発した。さらに、中田文化を大きく3つの時期、アムラーキ、ゲルゼキ、セマイナーキに分類した。このピートリーによって、先鞭をつけられた中田文化の変年法はその後、ウェルナーカイザー等によって改良と議論が重ねられた。現在では、アムラーキは中田1期、ゲルゼキは中田2期とされ、セマイナーキは、 存在が否定されている。さらに、第一王朝成立直前の時期は、中田三期として再分類され、エジプト大霊王朝とも呼ばれる。中田文化では、中田二期前半まで、次第に墓の平均的規模が大型化していくとともに、大将のばらつきが大きくなっている。中田一期では、集落の大将に関わらず二つの社会階層が確認される。 小型の集落よりも大型の集落で墓の大きさの格差はより顕著であり大規模な集落ではエリート層が発達したために社会階層格差が増大していく様子がわかるこのような格差拡大は中田三期に入ると多くの集落で逆に縮小する傾向が起こった中田三期には多くの集落で墓地の廃絶や縮小が確認され大半の墓地で 社会階層文化が低下する。一方で、中心的な集落遺跡では、他と隔絶する大型の墓が建造されるようになり、これが当時拡大した王国の支配者たちのものであると考えられる。このような中心集落としては、最大のものがヒエラコンポリスであり、続いて、中田、アビュドスが代表的なものである。古代エジプトでは隣接するメソポタミア地方のような、 政治的に独立した都市、あるいは都市国家は形成されなかった。しかし、政治的中枢、あるいは経済的中心としての大型集落は中滝に発達した。中滝最大の集落遺跡ヒエラコンポリスは3600平方メートルの規模を持ち、メソポタミアの都市と比較しても十分な規模を持つ人口集中地であった。 文化の名前として採用されている中田では2000基以上の墓が発見されている。アビュドスは、後の第一王朝時代に集中的に王募が造営される集落である。ヌビアエジプトの南方に位置するヌビア地方では、中田文化と同時期にヌビアエグループ文化と呼ばれる高度な文化が栄えていた。このヌビアで、中田一期の終わり頃に、下ヌビア地方を中心に、 中田文化からの搬出品が多量に認められる。主なものとして、スレート製のパレットやソーシング、土器があるが、大量の農産物も,も輸出されたらしい。一方で、中田木のエジプトがヌビアから輸入したものは、現在あまり確認できていない。ヌビアで確認されているエジプトからの輸出品の量を考えれば、それが当時の経済に影響を及ぼすレベルであったと推測されるが、 この物質的な交流の規模に比べ、エジプト内部に文化的影響を大きく与えていない。一方ヌビア側では、当時の中心地であったクストゥール島から発見されたモチーフにヒエラコンポリス、島で見られる王の衣装の採用や、ホルスと見られるハヤブサの図像等があり注目される。これらのエジプト風のモチーフが実際にはヌビア起源であるという説が提唱されたこともあったが、 広く支持されることはなかった。パレスチナエジプト東方のパレスチナでは、紀元前4500年頃からエジプトからの搬入品が出土する。しかし規模は小さく、エジプトとの緊密な接触を示す証拠は少ない。パレスチナ南部でエジプトからの影響が大きくなるのは、初期王朝時代に入ってからである。一方でエジプト側には、 中田に来頃からパレスチナからの搬入品と、その模倣品が多数出土するようになる。中田文化に最も多大な影響を与えたのは、パレスチナで製作されていた、波状取って付け瓦家である。輸入品の数は限られるが、その模倣品である、波状取って土器が、ナイル川下流域で作成されるようになり、初期王朝時代まで続く重要な容器の形となった。 アビュドスやヒエラコンポリスからは中にワインが入れられていたと推定されるパレスチナ土器が多量に発見されている。これらが当時の王国の首都と考えられる大型の集落跡から見つかっている点は重要である。メソポタミアメソポタミアはエジプトに先行して農耕と牧畜が始まった土地であり、中滝には発達した都市国家が栄えていた。 古くよりエジプトにおける初期の国家形成に影響を強く与えたと考えられてきたのが、このメソポタミア地方である。中滝のメソポタミアとエジプトの関係を示す資料は、メソポタミア側からは希薄な一方、エジプト側では多数発見されている。特に中田2期以降、その量は飛躍的に増大する。主に河原家、印象、ラピスラズリ、図像のモチーフなどである。 ただし、このうち確実にメソポタミアからもたらされたと確認できるものはラピスラズリのみである。印象はメソポタミアで使用された円筒印象等があるが影響を受けていることは確実であるもののその多くはエジプトで作成された模造品と見られている。この点は河原家についても同様である。ヒエラコンポリスの応募で発見された壁画やレリーフの中には メソポタミアの英雄、ギルガメシュの図像と思われるものがある。初期の王権と関わりの深い場所で発見された象徴的な表現にメソポタミアの影響が見られることは重要であると考えられている。中田三期のパレット各地に成立した王国の支配者たちの実像は不明瞭である。しかし彼らが作り上げた王国や王権はその後のエジプト王朝の土台となった。 それをうかがい知ることができるのは、彼らの墓から発見された、異神材からであり、代表的なものとして、造下製品、波状を取って土器、梱包、パレット等がある。このうち、梱棒とパレットは、後世のエジプト歴代王朝を通じて、王の権力のシンボルとして取り扱われたもので、前王朝時代末の、あるいは初期王朝時代初頭の王である、サソリ王や、 ナルメルのメースヘッド、パレットにつながっていく。棍棒で敵を打ち据えるモチーフの図像が、この時期のヒエラコンポリスで初めて登場するが、このモチーフの表現形式は、プトレマイオス朝時代まで3000年以上にわたって、連綿とエジプトで受け継がれることになる。ヒエラコンポリスでは百合母と呼ばれる大型の墓から、常実の図像の他に王権に関係すると思われる。 図像表現が多数発見されている。中田にきなかごまでには、ヒエラコンポリスは人口も増大し、上、エジプト地域を統合した政治連合の中心として機能するようになっていたとする説もある。セレクの例。蒸気画像は初期王朝時代のアハオのもの。ハヤブサの下に王宮を表す枠がある。戦王朝時代の末期、あるいは、 第一王朝成立の直前の時代にあたる中田三期には初めて文字が登場する。各地の発掘調査でこの時期に年代付けられる複数の王名の存在が明らかとなっている。こうした王名はセレクと呼ばれる王宮正面をかたどった枠の中に書かれた。最初期のものはセレクのみで王名を記さないものがあったが中田三期後半には王名を判別できるものが現れる。 これらのセレクは、ハヤブサの頭像を伴うものが早い段階から見られ、王とハヤブサの神、ホルスを同一視する構成の思想につながると見られる。上下エジプト王冠。赤い王冠が下エジプト、白い王冠が上エジプトの王冠であり、合わせて上下エジプト両国の王権を表す。中田文化は、中田に来頃までには上下エジプト全域に広がり、 文化的にはエジプトが統一されたと言われるような状況が現れていた。しかし、このネカダ文化の拡大過程とエジプトの政治的統合を単純に同一しできるかどうかはわからない。基本的な流れとして、上エジプトの政権によるエジプト統一というところまでは多くの学者の意見として共通している。前提となる、中田文化が上エジプト発祥のものであることに加え、 戦術の通り、ヒエラコンポリス島、上、エジプトで発見された王権に関わる図像には、その後、古代エジプト時代を通じて使用されるモチーフとなるものがあるためである。さらに図像的な証拠として、中大遺跡から発見された、紀元前3500年頃の土器片に掘られた、赤色王冠のレリーフがある。この赤色王冠は、王朝時代には、 ゲイエジプトの王冠とみなされたものであり、上エジプトの王冠である白色王冠と体をなすものである。上エジプトにある中大遺跡からこの赤色王冠の図像が発見され、しかもそれが仙王朝時代のものであることは、ゲイエジプト王冠である赤色王冠の形態が、ゲイエジプト固有のものではなく上エジプトで考案されたものである可能性を示すものであり。 統一王朝成立過程を考慮する際に重要な情報を提供している。しかし統一の具体的な経過については百科葬名の状態にある。W. カイザーの研究では中田文化が南北に拡張していく過程の変年を聖地に調べ、それを政治的な統合過程に限りなく近いものとみなした。しかし、この中田文化の拡張過程は主に墓地の分析で確認されており、 それをそのまま政治的集団の拡張過程とみなせるかどうかは明らかでない。B.J. ケンプは統一王朝の成立過程を3段階に分ける仮説を立てた。彼の見解では第1段階としてナイル・カワシモ流域に多数の軍生生体態が誕生する。第2段階として上、エジプトにアビュドス、中田、ヒエラ・コンポリスを中心とする3つの王国が成立する。 第3段階としてヒエラ・コンポリスがこの3つの王国を統合した上エジプトの王国を作り、この国が現エジプトを征服して統一王朝が成立するというものである。この説はナルメルのパレットなどから推測されてきた統一王朝の成立過程や王朝時代の伝説も念頭に置いている。T.H. ウィルキンソンは中台飛行機にアビュドス、アバディア、中田、ゲベレ ヒエラコンポリスの5箇所を中心とする生態が存在したとし、中田2期前期にアバディーヤが脱落。中田3期には中田時ケベレーンの生態も力を失って、アビュドスとヒエラコンポリスが2大勢力となり、中田3期後期にはアビュドスの王ナルメルが2つの生態を統合し、初の統一王朝を築くという仮説を立てた。また、広告時代に作成された。 カイロ年代記には、第一王朝以前の王トールが上下エジプト王冠をいただく姿で描かれており、これを論拠に、実際のエジプト統一を第一王朝以前と見る、学者も少数ながらいる。いずれの説にせよ、文字資料が基本的に存在しない時代であり完全な証明は困難であるのが実情である。古代エジプトの歴史記録において、最初の王は伝説的な王目にであった。 しかし考古学的に最初の統一王朝の王である。可能性が高いのは、ナルメルである。一般に、彼の存在が確認される。紀元前3150年頃引く、紀元前3050年頃からを、エジプト初期王朝時代とし、ナルメルに始まる王朝を、エジプト第一王朝と呼ぶ。以後、ローマ帝国による征服まで続く古代、エジプト王朝の時代が始まる。 古代エジプト人も自分たちの国家の起源について深い関心を持っていた。古くから王朝の起源が主に欧米表等の形で残されている。起源前2400年頃に作成されたエジプト最古の年代記であるパレルモイシュとその別版であるカイロ年代記には統一王朝以前にも王らラ式人物がいたことが記されている。 しかし具体的な歴史記録を読み取ることはできない。エジプト新王国時代に作成された鳥の王名表には、エジプトの最初の王として、メニーの名が記されている。また、紀元前5世紀のギリシア人の歴史家、ヘロドトスの歴史は、エジプトの神官たちの証言として、初代王民、マネトが、プトレマイオス朝時代に著述したエジプト史では、初代王としてメニスが登場する。 これらからわかるように、王朝時代の古代エジプトでは、メニから始まるエジプトの歴史が共有されていた。さらに、鳥の王名表には、王朝以前の時代に、ホルスの信奉者たちと呼ばれる半神たちの王朝があったことが記されている。古代の歴史家マネトによる記録でも、初代王目に、以前の時代は神、半神たちの時代とされていた。エウセビオースによれば、 マネトの記録は3巻に分類されており、1巻はヘファイストスを筆頭とする神、2巻は新人、すなわち死者の精霊について、続いて3巻でメネスに始まる人脳について述べていたとされる。人脳の時代は第1から第30までの王朝として分類されている。以上のように古代エジプトにおける戦王朝時代の記録は概して神話的であるが、図像表現等に、 それらしきものが見られる。ローマ時代後半以降、古代エジプトの文献記録の継承は途絶えてしまった。そのため、王朝以前のエジプトについての研究も何ら進展は見られない。1822年、フランス人研究者ジェイカイ・シャンポリオンがヒエログリフの解読に成功したことによって、近代エジプト学が確立されると、エジプト王朝時代の王たちの歴史が再び明らかに、 されるようになった。そして19世紀終わりまで、エジプトの歴史の明けぼは、王朝時代の記録や、キリシア語の文献記録に基づき、初代王メニをはじめとする、初期王朝時代の王たちの業績に求められることになった。相次ぐ、考古学的発見に伴い、19世紀終わり頃になると、文献記録のみに頼ることのない文明誕生の本格的な研究が始まった。 フリンダーツ・ピートリーによる中田遺跡周辺の発掘調査とジェード・モルガンによるエジプト南部及び中田遺跡の調査が王朝時代以前から初期王朝時代にかけての遺跡における最初の本格的な調査であった。これらの調査で発見された文化は最初に発見された遺跡の名前から中田文化と呼ばれるようになった。その後、20世紀前半までの調査によって 数多くの王朝時代以前の遺跡が調査され、文明誕生期の歴史と文化についての知見が蓄積された結果、エジプト第一王朝開白に先立つ時代は、戦王朝時代の故障を与えられ、エジプト学の中でも独立した研究分野としての地位を確立していった。初期の研究をリードしたピートリーは、中田文化機から初期王朝時代にかけての文化変化を、アムラー、ゲルゼー、 狭いねの三つの文明の交代として捉え、その背景には、東方からの異民族侵入があったとした。この考え方は、王朝民族侵入説と呼ばれ、はやぶさをトーテムとする王朝民族が、東方からエジプトにやってきて、エジプトに王朝を打ち立てたとするもので、WBA メリーなど、当時のエジプト学の権威などからも支持されたため広く、学会で受け入れられた。 大城道のりはこの説について、日本史における騎馬民族征服を調節を思い起こさせるという書簡を述べている。その後の調査で、エジプト北部では中田文化と様相をことにする複数の文化が発見された。これらの文化も発見された遺跡や、地方の名前から、マーディ文化、メリムデ文化、ファイユーム文化、オマリ文化等と命名された。さらに、 アビュドス遺跡で初期王朝時代の王たちの墓が発見され、メニオを同時代の王と同定しようとする試みが盛んになった。1944、H.J. カンターラの研究で、ピートリー以来の民族侵入によってこの先、王朝時代の変遷を説明しようとする見解が否定された。彼女は河原家の発展過程の調査によって、エジプトにおける土器の進化に、 特別な変革期はないという結論を下した。また、ウェルナー・カイザーの研究の結果、上、エジプトで発症した中田文化が時代とともに南北に分布を拡大していくことが明らかにされた。これらの研究により、先王朝時代の文化、社会の変遷を外的要因に求めるではなく、エジプト内部にその主要因を求める流れが形成された。さらに、 中田文化の拡張が明らかになったことで、統一王朝形成の過程で、それが大きな役割を果たしたことが強く認識されるようになった。20世紀後半になると欧米で流星したプロセス考古学と実用化されつつあった放射性炭素年代測定法が大きく寄与し、諸文化の変年関係や埋葬形態、集落形態の研究が大きく進展した。これによって、 古くから続いていた文献資料の影響から本格的な脱却が図られた。1970代年以降、中東情勢の安定に伴い、エジプトにおける発掘調査が活発となった。この時期以降の調査は、プロセス考古学の影響を受けて、旧来の墓地を中心とする調査よりも、集落後に焦点を当てる傾向が顕著であった。さらに従来ほとんど、 手付け数であったしもエジプトのデルタ地帯での発掘調査が進展した。これらの調査で既存のもとエジプトの文化、マーディブト文化の中に次第に中田文化が浸透していく様が明らかになった。さらに、アビュードス遺跡での再調査で初期を超時代霊明期の詳細な情報が提供された。またイスラエル・パレスチナで行われた発掘調査は 紀元前4000年期のエジプトがパレスチナ南部と密接な関わりを持っていることを明らかにした。また、カイ・ウェンドルフラによるアメリカ・ポーランド合同調査隊は周囲の砂漠地帯における調査を進展させ、ナイル川近辺で未発見であった終末気球石器時代の遺跡を各地で発見し、歴史の空白を埋めた。ありがとうございます。